Hey guys, my name is Moon and welcome back for more Yakuza Like a Dragon. So today we're gonna do Zhao's bond missions or his drink link. So let's start it. Yo, yahoo, Kasuge-kun. Heh, kono yaro. Mou sukkari najinde yaganna, Chou. Ah. 酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいや。なるほど。その辺はさすがにハンピン・リューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね。そこらの人とはちょっと苦労してるとこが違う。ギャングの跡取り息子の愚痴ね。酒の魚には良さそうだ。人の人生をおつまみ扱い？ふん。まあ春日君も苦労人だし、いっか。Okay, actually thought it ended there. 確かお前の親父さんがハンピン・リューマンの先代だったっけ。今はどうしてんだい。引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせずベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど、ま、あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分マブチなんかの方が組織のボスには向いてたろうね。マブチ、マブチ、ラオマか。あれ、そういやお前あいつのことどうした。オウミと手組んでたとこぶっ倒して、それっきり見てねえけど。ハンピン・リューマンが裏切り者にするお仕置きといえば、まんじゅうの具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあマブチもか。嘘だろ。どうかね、俺がそんなことする人間に見える。I've got your back either way, sir. もしマブチを殺したとして、それでも見捨てねえ。だから正直に言ってみろ。マジであいつはまんじゅうになったのか。優しいね、春日君は。真淵のこと心配してあげてんだ。俺には別に殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。でも真淵には野々宮ってソープの店長を殺されたでしょ。なあ、だから理想としちゃ真淵を半殺しにして、その後殺に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それで真淵のことは忘れちゃってた。お前本当に真淵を殺したのか。結論から言うとだね、実は殺してない。そうか。なんかそんな気はしてた。なんで？なんつうかお前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだ。組織がこうでなきゃいけねえってよりは、部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。結構失礼なこと言ってるよ春日くん。でも実際真淵のことは殺さなかったんだろ。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。狭い土地で生きてきた仲間同士だからね。その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピン・リューマンは孫妃の預かりじゃん。彼女は真淵から見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。コミジュルは真淵の陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前に真淵には俺が行って偉人町を出て行かせたんだ。町を追放するだけで済ませてやったってことか。真淵について行った手下たちも何人かいたけど、偉人町に戻る気があるやつは許してあげた。つまり一旦リセット、全部チャーラー。孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって。悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。Rude though. Yeah, they're kind of soft. 稼ぎ頭で功労者だったしさ。
まあ組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。お前そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。真淵は組織の掟をないがしろにしているってね。でも偉人町は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。なるほど言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろう真淵に乾杯と行こうか。別にあんなやつどうだっていいけど、まあいいさ。寛大な元総帥に免じて付き合うよ。そう来なくちゃね。He has a lot of jewelry though. Look at that ring though. Very big square ring. 誰が来るかと思ってたら、春日くんか。忙しいんじゃないの？飲んでる場合だっけ？余計なお世話だぜ、超。いつ飲もうが俺の勝手だろ。だいたい、この店は俺が先に常連だったんだ。あれ、そういう風に来る？それ言ったら偉人町じゃ春日くんの方がずっと新参じゃん。え、確かに。先輩風っていうのはどこで吹かせても恥ずかしいもんだね。分かったよ、そっちの勝ちだ。ふん。じゃあまあとにかく座りなよ。しかしなんだな、こうして飲んでるとお前が組織のボスだったとは見えねえよな。そりゃそうだよ、一皮むけば誰だって同じ。裸になっちゃえばそいつが権力者かどうか金持ちか貧乏かも分かりゃしないでしょ。Do I say here? Let's say people are more than meets the eye. Yes. 確かに人間は見た目じゃないよな。肝心なのは中身だい。そういうこと。なんだ、話が早いね、春日くん。当然のことを言ったまでよ。つまり人の上に立つ人間を誰にするかってのはその中身を見て決めるべきなわけなのに、ボスの息子だから組織を継がせなきゃとか、まあ合理的な考え方とは言えないよね。人間生まれる場所は選べねえさ。けどどうしても嫌だっつって断る道はなかったのか。大体組織のボスなんて誰にでもできるもんじゃねえんだ。周りがお前をボスの器じゃないと見りゃ他の誰かが組織を継いだろうぜ。器かどうかは知らないけど、俺は昔いい子でさ、勉強もスポーツもやればすぐにできたわけ。ついでに言うと喧嘩も負けた記憶ないし、悪知恵もそこらの悪よりずっと回ってたね。なんだよ、めちゃくちゃ才能があったんじゃねえか。ないのはやる気だけだったよ。何してもそつなくできる器用貧乏の差がってわけ。嫌味な野郎だね。親父から代替わりするまでは中華街の方にも強敵がいて張り合いもあったんだけどさ、ところがそこのラウカーロンってボスが消えて、結局偉人さんの三すくみだけが残った。ラウカーロン組織っていうとジャカか。噂に聞いたことはあるぜ、ヤバい連中だったって。日本からとっくに撤退してったよ。残党だってほとんど残ってない。そのジャカがいなくなった頃にお前はハンピン・リューマンの総帥になったと。そうだね、だいたい10年前かな。正直言って面倒なだけだったよ。例の荻窪の偽札のこともその時に知らされた。他に偉人町の三すくみや霊戦が実は筋書きのある出来レースだったってこともね。なああれか。その事情を知ってたのはリューマンの中じゃ親父とその同世代の古参幹部だっけ。下の若いのは偉人町を全部手にしたいって言うけど、俺はそれを押さえつける側だよ。ふん。そうなると総帥は弱腰だって言われるわけ。面白い仕事じゃないでしょ、そう思わない？だいぶ素の顔が見えてきたじゃねえか、超。思ったより酒が入ってたみてえだな。もう組織を背負っているわけじゃないんだから、好きなだけ酔わせてもらう。
悪いかよ。そんなことは言ってねえ。楽しい酒だって言ってんだよ。楽しい酒か。まあ確かに少し手札を見せすぎたかね。前だったらボディーガードが止めてくれてたんだけど。おっと、どうやら水を差しちまったか。春日君は野暮なことも全部口に出しちゃうからな。俺は少し酔いを覚ましてくるよ。そうかい、気が向いたらまた飲んでやってもいいぜ。いいね、その言葉そっくり返すよ。ああ、楽しみにしとく。It's nice that we got Lau Ka Long name drop there in the Snake Flower Triad. Because last time, right, we saw Chao Ka Long, the one that looked like Lau Ka Long. Pretty funny. ここんとこ、ハンピン・リューマンの連中はどうしてんだ？誰もおめんとこに出入りしてねえのか？そんなことないけど。まあ、マブチについてた連中はさすがに遠慮してこないね。そりゃそうだろうな。裏切ってクーデターに加勢してた奴らってことだろう。連中が総帥よりマブチについた理由ってのはお前も気になるんじゃねえの？別に。けどマブチは部下にしてみれば分かりやすいリーダーであったろうとは思うよ。分かりやすいって何が？マブチの欲しがってるもの、金と力を満たしてくれる部下をマブチは必ず評価する。掟を守らないとか暴力が過ぎるとかそんなのお構いなしにどんどんやれるやつをね。喧嘩の腕と度胸さえあれやバカでも上に引き上げられるってか。たとえ他の仲間を蹴落としたりしてもだよ、マブチにさえ忠誠を誓っていれば。むちゃくちゃだな。けどいつだったかマブチはああ見えてインテリだって聞いたぜ。ああ、あいつは何カ国語も喋れたし、数字に強くて暴力にもためらいがない。裏社会で言うと逸材だよね。もし登場会にいたら、当然春日君より出世してたでしょ。Okay, this one. 俺と比べりゃ誰だって上だろうよ。こっちとら、どん底の一番で通ってたんでね。なるほど。やっぱり前言撤回するよ。な？なんでだよ。春日君にはマブチにないもんがある。だから俺や他のみんなもそばにいるんだし。そうかい。まあとにかく俺が言いたかったのは、若き日のマブチには才能があったってことでね。俺も総帥になった時そこを見込んでマブチには右腕になってくれって言ったし。は？なんだよ。それじゃお前があいつに力をつけさせちまった張本人か。ああなるほど。確かにそうなるね。のんきに笑ってんじゃないよ。でもあの頃のマブチはそれくらい魅力的な人間だったんだよ。今みたいに裏でうじうじやるような感じじゃなかったんだ。俺もあいつに惹かれてて。どんなところに？若い頃のマブチにはこうなんていうかさ、向上心みたいなのがすごくあったんだよ。のし上がってやるっていう気持ちが溢れてて、それを叶えるだけの才能もあって、俺にはないものをあいつは持ってた。だから惹かれたのかもしれないね。そう、ちょうど春日君みたいな感じかな。よくよく考えたら結構似てるかも。おいおい、やめてくれよ。でそんな魅力的なマブチが変わっちまったのは何でなんだよ。今思えばあいつが幹部になったのがきっかけかもしれない。幹部になってからあいつは同年代で格上の俺に露骨に立てつくようになっていった。生まれだけで総帥を継いで弱腰の協調路線を続ける俺が気に食わなかったんだろうね。マブチはイケイケタイプだし、どう考えても俺って存在は邪魔だしうざいよね。ならいつかマブチは裏切るかもしれねえって蝶も思ってたんじゃねえのか。いや俺はそんなに。なんだかんだあいつのことを信じてたのかもしれない。でも親父や子さんの幹部たちはマブチをよく思ってなかった。
あいつはきっといつか裏切るから早めに消した方がいい。そう言ってマブチを消そうと動いたんだ。それでどうなったんだ。俺が必死に止めたよ。前にも言ったと思うけど、俺は内輪で殺し合うなんてバカバカしいと思ってる。しかも組織はこの先老人たちじゃなくて俺とマブチで背負ってこうって時期じゃん。マブチみたいな人間を潰すってことは未来を潰すってことにもつながる。だから反対した。なかなか老人たちも納得してくれなくてね。土下座したのは人生であれが最初で最後さ。マブチのためにそこまで。自分を嫌ってる人間のためにどうして。マブチは確かに癖もあるし悪いところも山ほどある。嫌なやつだしに。だけど俺にはない熱もあるし才能もある。それに何より俺はあいつを仲間だと思ってた。仲間を殺したくない。守りたいって思うのは当然でしょ。そうだな。すまない、野暮なこと聞いたぜ。春日君が野暮なこと聞くのはいつものことさ。気にすることないよ。だけどよ、なんか俺嬉しいぜ。何が。蝶が意外と熱い人間だってことを知れてさ。俺が熱い。ああ、正直いつものらりくらりかわされるから本当の蝶ってどんなやつかつかみきれてない気がしてた。でもこうやって酒を飲みながら向き合って蝶がどんなやつなのか改めて分かった気がするぜ。なんだかんだで仲間思いの熱いやつ。俺が好きなタイプの人間さ。面と向かってそれ言われると恥ずかしいね。顔が赤いぜ。照れてんのか。酔ってるんだよ。もう一杯飲もうか。ああ、仲間思いの超先輩に乾杯。乾杯。Zaos by himself. Guy already looks like a regular here. Kazuga-kun, ちょうどいいや。待ってたんだよ。ん？なんだよ。何かあったのか？というわけで結論から言うとさ、偉人町にマブチが舞い戻ってきたってこと。は？マジか。だってあいつ偉人町追放されたはずだろ。ね、困っちゃうよね。マブチのやつせっかく見逃してあげたのにさ。わざわざ偉人町に戻ってきたってことはあいつハンピン・リューマンに返り咲く気か。どうかな。もうそんな力は残ってないはずだけど、手下はほとんどあいつの元から逃げてったし。じゃあまた近江連合を後ろ盾にしてるとか。今のマブチに近江がそこまでする利用価値はないかな。ん？じゃあよ、マブチが戻ってきたとこで別に大した脅威じゃねえのか。多分そういう状況だと思う。マブチはもうすっかり落ち目だよ。嬉しい？ I don't wanna kick a man down while he's down. あいにく人の落ち目を笑う趣味はねえよ。慰めに行ってやる義理もねえけど。寛大だね。春日君って時々ちょっとかっこいい。ふっ、時々で悪かったな。ただ前にも言ったかもしれないけど、問題は孫飛さ。なあ、コミジュルを燃やした張本人のマブチが戻ってきて、何もしなかったら示しがつかねえもんな。そう、今は彼女がハンピン・リューマンのトップ。マブチが戻ってきたのを知ったら、間違いなく彼女はマブチを殺す。だろうな。で、お前はこの状況をどうしたいんだ。コミジュルが動く前にもう一度マブチを偉人町から追い出したい。見殺しにはしたくねえってことか。あんたを裏切ったやつなのに。ね、つくづく自分は甘い男だと思うよ。なんだかんだあいつのこと仲間だと思っちゃってる。もう仲間でも何でもない。自分を殺そうとさえ思っている天敵なのにね。甘い男でいいじゃねえか。俺はそういう男の方が好きだぜ。なんだよ、蝶ってやっぱり人間くせんだな。ちゃんと人間なんだな、お前。春日君、僕を何だと思ってたんだい。
失礼な人だね。だがコミジュルより先に動くとしたら、そうのんびりもしてられねえな。もしマブチの居場所が分かったらすぐに動かねえと。俺でよかったら手貸すから言ってくれよな。春日君、ありがとう。お人よしだね君は。お人よしは嫌いか。いや嫌いじゃない、むしろ好きだね。ならよかった。 Okay, last one with Zhao-san. ここに来てるってことは、春日君今は時間があるってことだよね。だったらなんだよ。酒入れる前にちょっと付き合ってくんない？マブチに会いに行くから。ってことは奴のアジトが分かったのか？そう、実はあいつの方から使いの人間が来てね。使いの人間？お、いや、ゾン、お前定か？マブチからの使いって、なんでお前がマブチとつるんでんだ？あいつはお前なんか全然相手にしてなかったろ。うるせえ。今のラオマーはこの俺を頼りにしてくれてんだよ。こりゃ相当マブチは手下に逃げられたんだろうな。残ってる人材が貧弱すぎるぜ。んだと？まあまあ聞き流してやってよ、テイ。でどこに行けばマブチに会えるのかな？ええ、それならご案内します。この俺の後についてきていただければ。ちょっと待てよ、そもそもマブチは俺らに何の用なんだ？偉人町に復帰のお許しを願いたいと。言っとくがお前にじゃねえぞ春日、総帥にだ。今のリューマンは俺じゃなくて孫妃の仕切りなんだけど、すら承知してる？はい、まずはとにかく総帥に詫びを入れたいとラオマーはそう言っています。コミジルは家を燃やされてる。マブチが許される見込みはまずないと思うけど。それも承知の上です。なのに謝りたいって？マブチはそんな玉じゃねえだろ。罠か？多分ね。でもいずれにしてもマブチに会うにはこの話に乗るしかない。そうだな、よし行こう。Mabuchi. Oh, it's this place again. Remember this? Where Ichiban and the others got caught? ここって見覚えあるぜ。俺らがマブチに監禁された地下道だ。コミジュルの目を避けられる場所は少ねえからな。ビビって抜けるかすが。口に気つけねえとまた痛い目見んぞ。チュッ。春日君、ストップ。ん？注意して、後ろを塞がれたよ。何？話が違うんじゃねえか、チョウ。マブチにはもうほとんど手下がいねえはずだって。思ってたよりは残ってたね。やっぱりそこそこ人望はあるらしい。言われた通りにやりましたよ、ラーマー。久しぶりだな、チョウ。また会えるとは思ってなかったよ、マブチ。許しをくれってことで呼び出されたはずだがな。実はそうじゃなかったってことか？ええ、お前らの首を差し出せば俺は今度こそ近江連合の席に加われる。あ？まだそんなこと言ってんのか？金と力を手に入れるためには手段は選ばねえ。満たされねえ野心だけが俺の生きる糧よ。オウミのそんな話に踊らされやがって、ずいぶん落ちこぼれたな、マブチ。いつまでそのにやげ面でいられる。景気飯店の拷問を思い出せ。またあの続きをやるぞ。くだらねえ。もうやめよう、マブチ。俺はこれ以上哀れなお前の姿を見たくない。へっ、減らず口よ、マブチよ。
蝶はお前のこと心配してんだぞ。蝶はお前に死んでほしくねえんだよ。心のどっかで今もお前を仲間だって思ってんだよ。目覚ませよバカ。黙れ春日この野郎。忘れてねえぞ、てめえのせいで俺らは。おい、人の話を聞けって。いいよ春日君、いい加減ムカついてきた。このバカにはもう拳で分からせるしかない。ここから先はキャラ変わっちゃうかもしれないけど、みんなにはオフレコにしておいてね。え、おい眩しい。そんなに俺が憎いんなら世界工作なんかしねえで正面からぶつかってこいや。俺の首取れるもんなら取ってみやがれ。絶対許さねえ、ぶっ殺してやる。Mabuchi, or fighting Mabuchi and Zong, all of them. Orbital laser? Yeah, using them. Orbital laser. Zhang was paralyzed. Give me a rapid crane kick. Wasn't he paralyzed though? It didn't we have a gun? I thought we bought some guns last time, right? 79. Nancy-chan. Oh. Poison. I like that Zong was on the background earlier, right? He was paralyzed like this. Okay, give me Thoriners for Ichiban. No, Thoriner plus only. Oh, Zao, you got scared. But the crane kick is a lot of damage though. ローマ、仲間は全滅です。もう
以上は。これが最後の警告だ。今すぐ偉人町を出て行け。その日ももうお前がいることには気づいてる。このまま居残ってたら命はねえんだぞ。コミジョルの目ならどうにでもかいくぐってみせる。お前、いい加減にしろよ。今までお前が見逃されてたのは、ソンヒが俺の気持ちを汲んでくれていたからだ。俺がお前を殺したくねえっていう気持ちをな。蝶、マムシ、お前は俺を嫌いだろ。俺もお前だけ大嫌いだ。だけどよ、どんだけ嫌いでも、どんだけ腐っても、やっぱりお前は俺の仲間なんだよ。俺はよ、仲間を殺したくねえんだよ。お前に死んでほしくねえんだよ。伝えたいことは伝えて、あとはお前次第だ。死ぬか、ここを去るか、好きにするといい。どちらにしても一生のお別れだ。じゃあな、ラオマ。ミックス、帰ろう、春日君。なあ、久々にでかい声を出して喉が渇いたからか、いつもより酒がうまいね。なら、これからもさっきみたいにでけえ声出せばいいじゃねえか。いやだよ、疲れるし、俺のキャラじゃない。はあ、格好悪いとこ見せちゃったな。そうか、俺はさっきの蝶好きだけどな。本当のおめえが見れた気がして嬉しかったぜ。やっぱりひょうひょうとしてるようで、実は熱い男なんだな、蝶は。やめてくれよ、今の俺が本当の俺さ。さっきのことはみんなにはオフレコで頼むよ。どうしよっかな。ふん、そんなこと言って絶対言わないでしょ。春日君は約束破らないもんね。わからないぜ。わかるよ、大事な仲間のことくらいわかるさ。そうかい。なら今俺が思ってることわかるか。ああ、もう一杯飲みたいんだろ。正解だ、飲もうぜ、ちょ。ああ、Zao's bond missions were pretty good, and this one as well. The last one was the most better one, because we fought Zhang and Mabushi, right? With the other characters, we didn't really fight. We fought at the end, but it was mostly just random people, right? But for this one, it was cool because we fought people in the main story, right? So very nice.この曲を上がるよ。超戦友、地獄で鍋パーティー。ゲンゲン、夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、何カレー。どれでも、はい、地獄で、はい、くだらない人類が食材。
がバレ、どんな馴染みの食うより君の好みの脅しが取れるぜ。気持ちよりも赤い血の赤たるに効いた春肉うまいぜ。闇の目も絶望をくるくらい暗く深い鍋底地獄鍋パーティーの dude, I kept missing. I was looking at the video. It's like their kiss, right? All of them there. All of the guys, I mean. All of the guy characters were there. Adachi, Han, even Nanba. All of them with makeup on. But yeah. Finished, I guess, all the drink links. I don't know if we're going to have any more party members because it's pretty much full here in the menu screen. We got four characters in the active party, and then the roster, we got three people. So it was fun. I'll say that all the drink links we did, the bond missions, it really added like a lot of depth to each and every character, right? It was really fun to do. Yes, it was really fun. I hope in the next game they still have this one, right? When we do more Yakuza games with Ichiban and his friends. I wish that they would return this one. But I wish they would add like mandatory like games, I suppose. I remember back then in Yakuza, was it Zero or Kiwami? That when we were doing the cabaret missions, right? We had to play games with them. It would have been fun though, for example. Like playing pool, playing darts. Would have been fun. We don't even have pool in this game. Right? And we have how many maps? We got Sotenbori, we got Kamurocho, and then we got Ijincha, but they didn't add the pool game here for some reason. So yeah, so anyways, next episode we'll continue the chapter and finish up chapter 12, I mean. So I'll just see you then, guys. Bye bye.